カポオートモーティブの休みです、今回はですね、20代は SUV ではなく、スポーツカーに乗りなさいと、いうことですね。まあ、この話の内容って、スポーツカーに若干でもね興味のある人に向けた話になるんで、スポーツカーに、ね、そもそも興味ないしとかっていう方に関してはこの話はねあんまり関係なくなってくるので、最初にねそれだけ言っておきます。まあ、例えば将来スーパーカーに乗りたいな、スーパーカー見てええなって思うんだったら、それはスポーツカーとかねそういう車が好きっていうことに、まあ、なるんじゃないかなと僕は思うんですよね。まあ、なんでねこんな話をするかっていうと、最近まあ SUV ブーム来てるじゃないですか。まあ特にねそのコロナでキャンプに行く方が増えたりだとかね、まあ、そういう新たな趣味ができてしまって SUV に乗り換える人が増えてるというのがまあ実情ですね。でただねキャンプ行くために SUV に乗り換える人もおるんですよ。だからねまだキャンプにハマってないというかね、まあ、僕の知り合いでもいますけれども、キャンプに行くだろうという手でですね SUV に乗り換える方も、まあ、増えてるというのがまあ実際ですよね。まあ、なんでね、20代でいうのかというとですね、逆に言ったらね本当に20代ぐらいしかねなかなか乗れない人が多いんですよ。僕ね、まあ、ポルシェの911を中心に専門店やらせてもらってるんですけど、購入される方っていうのがほとんどがね、50代ないし、まあ40代から50代ですよね。はい、で僕のチャンネルをねちょっと見てもらってるのも20代の方が本当にね 3% ぐらい、それぐらいね、少ないんですけども、まあ、なんでねその20代しか乗れないのかというとですね、皆さんご結婚はされてますでしょうか。大体ね、これでね、まあ、予想つく方、まあ、50代とかの方がね、見ていただいたら、まあ、それ分かる。
に持っていくとね、やっぱりちょっと値段が高くなっちゃうんで、そういうのはですね、ポルシェショップ、他のですね、ポルシェを整備してるショップっていうのがいっぱいあるんで、